ああ、はいはいはい。カツさんも知ってるんですか？うん、カツちゃん知ってる知ってる。昔から知ってる。じゃあ今日はもうあれせず晒していきましょうね。怖い。晒す。晒されるらしい。ここさ、あれできる？ちょっと待って、どうやってんの？ライブを開始っていうとこ押せる？あ、開始します。はい、あ、やっぱりな、待ってよ、まだこっちがやってるな、小座がいいし、やってるから。メグまだツイキャスついてるな、小座の。あ、オッケー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 。うん、じゃあ、ゆうちゃんお願い。はい。オッケー。オッケー、来た。うん。こんにちは、今日もよろしくお願いします。あ、あ、あ。来てるじゃん。来てますよね。テステス。あ、マイク OK です。はい。何言うの？本当かな？はい。やばいっすよ。こけそう。せーの。やらんとね、今日は。いけるよ。毎週水曜日午後1時セブンブリッジ始まりました。本日のお相手はゆうち姉さん、山内先生がお送りいたします。今日はあゆちゃまと翔平平さんがお休みなのでね。そうですね、アダルティーなフリートークでお届けいたします。私たちの質問とのメッセージもお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス 797@fmginowan.com、 メールアドレス 797@fmginowan.com、 懸命に番組名のセブンブリッジ、あなたのラジオネームをお忘れなく。また動画配信アプリツイキャスユーストリームからも お楽しみいただけます。皆様のご参加お待ちしております。はい、今日は2人休みということで、はい、ね、姉さん、はい、あれ姉さん入ってないな。姉さん今日これついてるかな、スイッチ。どこにあるの？ああ、待ってよ、聞こえる？ん？あ、これ。そうそうそう、あ、来てますね。はいはいはい。今日喋るなって。いやいやいや、姉さん今日喋らないととんでもないですよ。姉さんの風よけだけ赤い。赤いでしょ。え、もしさんもだよ。あ、そうそうそう、どうせです。なんで今日雪来た？アダルトの会話なのに。童貞はダメだよ今日。そうですね、童貞の誘致はちょっと厳しいけど、まあまあまあ、うん、妄想をね話してもらえれば。妄想できる？うん、聞いてみたいのもあるなと思って。本当？先輩かな。先輩。先輩かな、先生かな。まあまあまあ。先生教えてくださいね。まあまあまあ。まあまあまあいきましょうね、はい、今日はまあまずはフリートーク、そしてまあメインテーマというか、もう今日はですね、恋人との過ごし方、はい、あるいは喧嘩したらということで、はいはい、相手にイラッときた瞬間とかね、そういった話もしてみたいなと、うん、そして女はなぜもったいぶるのかっていう。なるほど。という話もちょっと、これはね、僕がちょっと提案したテーマなんですけど、そういったこともいろいろと話できたらなと思います。はい、あ、ちょっとコメント来てますね。アルファユングさんですね。はい、さい。はい、さいって、今週はあやさん休みですかということで、ごめんなさい、休みなんですけど、そうですね、最後までお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。お願いします。セブンブリッジ、この番組は宜野湾市普天間デイゴ通りにあるセレクトショップセブンブリッジ、北谷町美浜スポーツストレッチングスペシャリティ 3S 沖縄店、総合建設業株式会社上進組の提供でお送りいたします。それではまず1曲いきましょう。これ姉さんセレクトなんですけど、はい、今日は私セレクトで、はい、いきましょう。これ曲紹介誰がします？姉さん、ゆち、あ、ゆちできる、はい、姉さんの紹介でジャスミンシルビアで Bust Your Windows。これ渋いよねこの曲ね。アダルティ、アダルティで CM 行って、それからフリー行きましょうね。皆さんこんにちは。はいさん、ヤッホー。マミンさん、マーミンさん、マミンさん、アンさん、アンさん、かわいい、マミンさん、マミンさん、かわいいね。わ、素敵。今日はですね、恋人との過ごし方、あるいは喧嘩、イラッとした瞬間、相手、あと喧嘩の解決法とかね。うん、喧嘩の解決法、原因とか。原因ですか、うん、いいっすね。喧嘩したらどうする？照れるって。照れる？ああ、かわいいって。かわいい。あとぜひこの女性に聞きたい、なぜもったいぶるのかっていう、このマミーさんもアンさんも女性なのかな、ぜひ教えてください。なぜもったいぶるのか。もったいぶるってあれじゃないよ。なんか危ない。ちょっといろいろとでしょ。いろいろ、もったいぶる、あれがわからないさ、さって。あ、もったいぶらない派。もったいぶらない。やるやらないの話ですよね。そうそう。あ、まあ、これだから後で話しちゃう。スイッチ入る、スイッチが。スイッチ入る、すぐ。やば、マミンさんかわいい。やれるって。かわいいね。マミンさんどこの人なんですかね。高飛車ぶるってことではないんですけれども、まあ、後ほどお楽しみにお待ちください。そう、高飛車ぶるわけじゃなくて、ここまで来たのになぜっていう、なんでここまで来たのに、なんでそこで駆け引きというかね、駆け引きなんですか、大阪ですとか、そのあたりを聞きたい。東州大パネルをこっそり来たい。そうそう、講座にあるんです。ああ、ありましたね。ありましたね。あの、なんかマンションの、はいはいはい、そうですそうです。あとは恋人との過ごし方ですね。これ別に理想とかでもいいですよね。あ、こういう風に過ごしたいとかですか、うん、過ごし方か、日によるよね。確かに。どうかな、覚えてるかな。覚えてるかな。何すか、日による、日による、日による、うん、過ごし方。もう今日うるさいって日があるわけ。うるさいとかないですよ。今日の気分みたいな。仕事が当時あの結構日曜とかに出勤してたので、時間も短くなるし、手当てがやっぱつくんですよ。一応出勤とかで、あの自練の時。そう。自練。自練ってなんて言うんですか。マミンさん、自練ってわかりますか。わからないはずね。教習所。車の自動車教習所というか自動車学校。じゃあと紹介もしようか。はい。ジャズミン。ジャズミン。ジャズミン。三品茶か。そう、教習所のことです。そう。教習所。
きますよね。お送りした曲はジャズミンシルビアでバスト・ユア・ウィンドウズでした。そういえば上新組も入れてますんで。ああ、はい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 。あ、本当？うん。流れてるんだ。だからテイクでも呼んでくれたからよかった。うん、すごいすごい。2番目がいいとか言ってた。うん、それ入れてます。はい、チアーズだけど、どうしよう。あ、チアーズ、やらんどく、うん、もう別にそのままフリートークで、そのまま言います。じゃあ、あれだけね、音楽だけ、BGM だけは、はい、これか、お城みたいでしょって、なんで思いついたの。ん？って思いついたの。あれが、あの、うちの職員がもっとこんなしたいから、ね、あ、ほんと？うん、一回原稿出したよりも後から思いついたみたいで、やったらもう撮ってから選ばせようっつって。だからすごい真面目ないいスタッフいっぱい。昨日はヒルズ通りなんだ今。本当は。そうなの？英語じゃないんだ。うん、通り会、姉さん興味ない？何通り会。あ、なんかあるみたいよね。うん、行こう。じゃ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 ん。今ね、なんか前も誘いあったけど。あった？うん、あれですよね、上限。そう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 。姉さん酔っ払ったら大変なんですよ。あ、分かる、聞いたけど。分かる、聞いた。先週のモアイもすごかったみたいですよ。記憶ないんだけど。何したの？踊ってたみたい。踊ってる。楽しみだね。さあ、お送りしております、この番組はセブンブリッジでございます。はい、はい、今日は、あゆーと、翔平さんがお休みということで、僕とですね、そしてゆっち姉さんでお送りしますということで、この時間ちょっとね、フリートークというか、まあそれぞれの近況というかね、そういった話をしていきたいんですけども、はい、姉さん最近こうなんていうんですかね、まあどっかね遊びに行ったよとか、うん、まあちょっとデートしましたよとか、そういった話ってあるんですか。まあ最近じゃなくてもいいですよ、この何年間でもいいですし。どこか遊びに行ったですか。はい、遊び、最近大勢で遊びに行ったとかないですか。まずは普通に友達と。友達と。あ、うん、ゆちない？姉さん考えてもらおうね。最近シーポート行ってたじゃん。あ、そうシーポートで、うん、友達がちょうどたまたまバーベキューしてて、ほうほうほう、バッタリ会って、うん、でバッタリ会ったの。あ、あの一緒にいた2人で行って、はいはいはい、そう、別の友達とバッタリ会って、ああ、会って、で急遽参加みたいな感じで。あ、そうなんだ。なんかナンパするとか言ってたさ。ああ、不成功でしたね。暑すぎて。超暑くなかったですか。暑かったね。会場で僕ら会ったんですよ。ああ、そうなんですね。僕もちょっと家族と来てて、うん、あのね、やっぱ目立ってましたよ、山下さん。なんで？意味わかんない。あなたの方が目立ってましたよ。いや、俺ちょっと隠れてたんですけど。あなた、友達もごついじゃんね。タトゥー入れてからに。ああ、ファッション、うん、ファッションが。そうそうそう。個性的かも。僕普通だったら近寄らないですから。ゆっちと友達だからね、知り合いだから近寄るけど。大丈夫？童貞じゃない？俺、うん、俺はね、どうなんでしょうね、期間、童貞の期間は長いっすよ。ああ、という、ああ、期間がね、期間がですね。そうそうそう、本当に童貞ではないんだけど、その期間が長い。おお。若い時。ちょ、今。あ、Now。Now。Now ね。Now 童貞ですよ、だから。そうなんですね。レス的な。ね、そうそう。これぐらい。23年？ち、なんで？23日？言ってるし。あ、2、3年。そう。ああ、2、3年。うん。
あ、余裕？ロングタイムですね。いや、余裕ですよ。うそ。余裕ですよ、余裕。もう。え、本当ですか？それぐらい空いたことがある？あります、あります。どれぐらい最高？4年。マジ？なんで？なんでって私に聞かないでください。ご無沙汰ってことですね。これはそうです。フリーだったってことです。フリーじゃないですよ、この4年。いてーの。あ、旦那がいるのに。今じゃないでしょ。今じゃないでしょ。今じゃないでしょ。今っぽいかも。なんてこと。いやいやいや、毎日頑張ってますよ。逆に毎日。何ですか毎日って。それもちょっとね、変わっているけども。ねっさん、とか遊びに行ったとこあるんですか最近。最近なんでも遊びにっていうか、もう出張とかですよ。出張行って、うん、その現地の人たちと遊んでる。飲んだ、ね、まあ、仕事なんですけどね、うん、仕事関係で。普通にやっぱ飲むのが多いんですか。あ、そうですね、うん、とかどっかドライブとか行かないの。買い物とか。買い物しに。それだから仕事でしょ、うん、じゃなくて。じゃなくて普通に、うん、買い物したりと。ドライブも一応しますね、うん、あ、一人でとかじゃないですよ。違いますよ、もちろん。なんでこれ当たり前男としか行かないさ。おう、どうでした最近、その男と行って。最近ですか。前の話。前ですよ。前の話ね。何ですか、最近男と遊んだ話が聞きたいって言ってましたよね。そうです、そうです、最近は、うん、ちょっとやっぱオフレコなので。はい、言わない。言わない。昔だったらパチュラン言いますよ。でも結婚してるんで私。え、そうなんですか。知らんかった。知らんかった。結婚してる人のエピソードとは思えなくてですね、ごめんなさい、ちょっと。すいませんね。まあそんな感じですかね。遊んだっていうのはあんまないと。姉さんは昔ですか。ありますよ。昔どんな遊びしてました。昔どんな遊び、うん、男の人と、うん、男の人と旅行行ったり。お、旅行行ったり、ご飯食べに行ったり、うん、だから普通じゃないですか。普通じゃないのはないんですか。あ、それエロトークですね。え、そっちが普通じゃないみたいな。普通ですよ、普通。普通。例えば何ですかこれ。めくめす。何ですかこれ。謎話ですか。何。だから、うん、結局あれですよ、どんな風に遊んでたかっていう話ですよ。あ、そうですね、うん、まあ独身の時なんですけど、うん、こうかっこいい人見つけて、うんうん、すごい声かけて。え、マジで。自分からかけますよ。知らん人でも。知らない人っていうか、まあ、ちょっとこの前の職場の関連で、うん、まあ、ここ話していいのかな、うん、いいですよね、昔の話なので、うん、大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫。あのハーレーの試乗会があったんですよ、はいはいはい、でそこで、うん、私もちょっと参加してて、うん、でその時に、うん、こう前に座ってた男の人が、うん、すっごいかっこいいなと思いながら。試乗会で、試乗、うん、あの席、まあ、順番を、ま、待ってた。あ、はい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 、かっこいいなと思って、うん、パッて後ろ振り向いたから、うんうん、とか、あれ買うんですかって一言聞いたんですよ。あ、はい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 。そしたら、ね、欲しいなと思っての話から、うん、そう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 。してそこまで、どこ、そこでどこまで行ったんですか。ん、普通に話して終わり、こっちになりましょうって言ったわけ、うんうん、連絡、直球で、私連絡先聞いて。、うん、してで聞いて、よろしくって、この時はまだ LINE っていうのがなくて、はい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 、メールだったんですよ、うん、で自分からこう仕事何してるんですかみたいな感じで。ああ、メールして。じゃあ、自分もう、そしたら制服っていうか、はいはいはい、つけてて、うん、あの、まあ、制服っていうか、会社の名前というか、その職業の名前が載った洋服をつけてて、うん、かっこいいですねみたいな話から、うんうん、でメールでよろしくお願いします登録ってやって、絶対自分からメールしなかったんですよ私。なんで。んまずは駆け引き。あ、やってるぞ駆け引き。いや、その時は独身だから。うん、してずっとそれで、そしたら、はい、来てふんって笑ってました。なんかそれいい感じだったってこと。何ですか、うん、そうそうそう、内容が、うん、でやり取りを続けてて、おお、やってるじゃないですか。したら、うん、まあ
飲み会があるんだけどみたいな、今週飲み会なんだけどみたいな、あそうなんですね、楽しんできてくださいみたいな、絶対誘われるって自分確信したんですよこの時に。あはい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 、して誘われたんですか。誘われました。行った、飲みに行きました。してこの日は何もないです。この日はない。この日はない。じゃあお付き合いはしたんだ。してましたよ。すごいね、自分から行ってからにそういうお付き合いまで行くっていうのが。しかも水ひざ知らずの人ですよ。だからよ、面識もない。そう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 、すごいね。ゆっちナンパするさね、はい、どこまで行ったことがある。正直よ、今正直言えば飲みにしかないです、うん、いけんよな。なんでなんでなんで。いや最後までなかなかいけないです。じゃあ最後までっていうか、うん、私もワンナイトラブはないですよ。あいや、あそうだよね、要はナンパされて、うん、エッチまでやったってことですね。そう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 。ない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 、それはないです。ちゃんとちゃんとその日ではってことです。ない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 。その日以外ではある？いや、もう進展はないです。進展はないです。マジで。うん、あやっぱりそうなんだね。だからユッチみたいなイケメンでもそうなんだね。ブルガリさん、行動が早いあなたはチャレンジャーです。姉さんのことですね。チャレンジャーです。姉さんはね、もうなんとなく分かると思うけど、かなりのチャレンジャーだと思うんですよ。すごいですね。でもいろんなこと試した方が良くないんじゃないですか。何ですか何ですか何ですか。この先もね、お姉さん、お姉さん、姉さん、うん、試していってほしい。いろんなバリエーションを実験台みたいな。実験みたいなね。実験みたいな。だってほらもうね、人生一度きりなんで、ああ。あれもこれもね、やった方がちょっと楽しみ。ちょっと私あの考えたんですけれども、うん、またあのちょっと下着をランジェリーをちょっとあのお店に入れようかと。あいいですね。なんか可愛いのがなくて、うん、なんかおしゃれなものがあんまりなくて、うん、こう下着に、そうそうそう、下着っていうかブラジャーとかパンツとかじゃなくてキャミソールとか、例えば、はいはいはい、スリップとか、こういうなんていうの、お家で着てもいやらしくなく、うん、可愛い感じの、うん、なんですかね。いやらしくていいんじゃないですか。いやらしいのがいいか。いやらしいのは私専用。際どいのは。さすがですね。際どいでもキャミソールとかってあります？なんかちょっと短いのとか。うんうんうん。ちょっとテロテロしてるやつ。そう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 。結構持ってて意外とそういうの、うんうんうん、中学校のとか着てましたよ、あのおばさんに買ってもらって、そういう、えマジで、キャミと、うん、あの なんですか、ズボンになってるこう、はい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 、はい、その下からパンツもちゃんと履くやつでしょ。そう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 、うんうん、でもあのシルクのやつで、はい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 、えなんでおばさんがそういうのが好きだったんですよ、こういうの集めてて、で女の子だから下着からなんかちゃんとみたいな、はあ、それが今になったらベージュのパンツだけ履いてるんだけど。ベージュのパンツ考えましょう。透けないように。だからもう、いやね、もう何ですかこれは。この枠よりなんてこの枠よりあった方がよくねえかって。まあね、でも ね姉さんがもうこういう話ね、面白いですからね、うん、エピソード持ってるからね、いっぱい。じゃあ分かりました、ベージュのティーバッグで。履かない方がいいよねパンツね。確かに、うん、なんか貼った方がよくないですか、テープみたいな。ペタンみたいな。いいかも。前に胸はもうピップエレキ版で。やりそうだね。ぜひお願いします。ぜひぜひ。何、ランジェリー入れると、入れたいなっていう、うん、なんかいいと思う、理想、ぜひというか、はい、だからやっぱりブラジャーとかパンツってサイズがあるので、うんうんうん、ちゃんとした専門店で、あの知識があるところで、うん、でもキャミソールとかこういうスリップっていうのは、うん、そうね、見てよく見て、パジャマみたいな感じ。そうそうそう、パジャマみたいな感覚で、うん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 、いいっすよね、男から見てもいいよね、うん、こういうの、そう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 、うん、なんかちょっとセクシーですしね。そうそうそう、だけどベージュのパンツだよ。だからパンツも買いましょうよ。色合わさないんですか。いいよ、パンツ。いい、うん、そうそうそう、そ冗談ですけど。でもベージュのパンツ率が、うん、あの多いです。やっぱ白いパンツとか、うん、ああズボンに合わせてるでしょ。そう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 、スケボー氏、スケボー氏。これじゃあ本当にまあ若い時でいいんですけど、もうデートして今日ちょっとやるはずよっていう時に、いや全然自分パンツ
こだわらない、うん、もうその脱げばいいじゃんみたいなまた一個上行ってますね、うん、別に何だろう、あんまり、まあ、ベージュのパンツで引く男もいるかもしれないけど、うん、ベージュのパンツぐらいで引く男とはやらないうん、そうですか。え、上もベージュですか。上はまた違う。上は違う、違う。上下違うみたいな。あの 要するにあのズボンによる。あ、黒いズボン履いてるときは黒いパンツ履くし。そうなんだ。そうそうそう。赤いズボンときは。赤いパンツ。いいかも。ああ面白いですね。じゃあもうそろそろ曲いきますか。はい、はい、今日はネイサンセレクトということで、はい、じゃあゆっち曲紹介お願いします。はい、アリシア・キーズで Unthinkable 間違えた間違えた、 Thinkable 続くと思った Thinkable Thinkable って落としたわけ。今度ティーバックかぶってラジオやってみようぜって。ティーバッグ被ってですか、履いてじゃなくて頭に頭に頭にですね。ナミさん、お、ナミさん、いらっしゃいませ。ティーバッグはね、あ、でもいいですよ。ティーバッグ履いてることあるんですか。眠るときとか、あのお尻の形が崩れるのが嫌なんですよ。うんうんうん、崩れるの、うん、だから普通のパンツっていうのが嫌で、普通のパンツが崩れるの、食い込むんですよ。ティーバックは分かるかな、誰か分かる人いますか。あ、このラインのとこが、そうだから、こうこうこうお尻があるじゃないですか、うん、なんかお尻じゃないところからこうパンツのラインとかがやってるから、お尻の形がこうなってる、二重に、あ、はいはいはい、あいうのが嫌で、あれ崩れるんだ。そうそうそう、崩れるし垂れる原因になるので。あ、そうなの。そう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 、あれいいよね。でもピッて直すのがいいんだよ。それが嫌なんですよ。そうなんだ。だからこうちゃんとティーバックか、あのしっかり補正で、ガードルは、うん、ガードルはまた履かない、うん、履いてたんですよ、あの今2番目の子を産むまで、うんうんうん、前まではずっとマルコっていうこのブランドの下着履いてて、うん、これは何、体型のあれ。そう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 、うんうん、でももうきつくて、うん、逆に締め付けて、もうなんか締め付けられてる部分が黒ずむんですよ、やっぱり、あの、何ですか、うっ血すんの、うっ血っていうか、そうそうそう、あの なんていうのかな、こう摩擦で色素沈着みたいな感じで、これまずいなと思って、うんうん、でもこういう補正下着に頼るより運動した方がいいのかなとかいろいろ考えて、なんかね、俺の知り合いで子供生まれてからもともと大きかったのにめっちゃ垂れてる子がいるわけ。胸ですか、うん、大きくなかったけどなくなりますよ、はい、張りがね。え、あれって治るの。治らない。あ、やっぱそうなんだ。でもブラジャーによるかも、うん、だからもう何ですかね、もともと D あったんですよ。え、結構でかいね、うん、だけど今はもう見えない姉さんの美しい顔少し見せてくれないかってよ。気になってる幻滅されたら困るから。幻滅しないよ姉さん。想像で綺麗ですよ。とんでもないです。髪だけ見えたかあ、見える顔が。あ、見えてる見えてる、いいね。姉さんママだったんだってよ。姉さんママです。姉さん上の子大きいんでしょ。中学校1年生。結構大きいね中1だったらもうあれでしょ、ん、思春期まった中でしょ今日、うん、なんか iPad の充電器が壊れたから飲んだら飲んだらとか言ってたけど、そっから子供が。なんかそういうエロ系の見つけたことないですか、娘の。彼氏いるみたいですけど、ね、あ、女性、女の子なんだ。いや、上は、うん、女の子。いや、中1でも彼氏いるの。ですよ、13位前の写真がちょうどあるんで。あ、かわいいね。あ、終わる、うん、言っちまった。じゃあ、紹介いこうか。はい、いきますよ。
お届けした曲はアリシア・キーズでアンティンカブルでした。ないけど、まあでも中学校1年生まだじゃない？まだかな。13でしょ。13今年。綺麗なものさ、いいねって。とんでもないです、ありがとうございます。でも見えないよね、ママに。うん、そうだ。最近でもそういう人増えてますよね。今みんな綺麗にしてる。そうそう、綺麗な人がちょっと増えてます。ガレージのキャプテン、ナイトガレージっていうこの番組があるわけ。こっちのですか。うん、うん、夜やってるのか。のキャプテンさんが下ネタ好きってこと。うん、あ、そうなんだ。うん、次は R30 っていうか音楽ですよね。うん、音楽を流すこと。じゃあこれはいよいよ今日の本題というか、あれ、こっから本題なんですか。そうっすよ、もったいぶるかっていう話でしょ。とか、あと過ごし方とか。あ、一旦終了しますって。じゃあもう一回やります。うん、消去。はい、パンやパンやって言わないの今日は。今日は今日やあんこな米やがいいよね。じゃあどういうことですか。あー、子供たち公園に連れて行かなきゃ。あー、気をつけて行ってらっしゃい。あ、行ってらっしゃい。 あれなんだ、アンさんもお子さんいるんだ。仲いいからって。いただきます。お送りしてお送りしておりますセブンブリッジでございます。今日は、姉さんとゆっちと山内でお送りしております。ここからはやっぱりさらにこのアダルティな話題をちょっとやっていきたいなと思うんですが、皆さんぜひ興味がある方メールあるいはそのコメントで絡んでください。よろしくお願いします。まずはその最初ね、姉さんが送ってきた恋人との過ごし方っていうことで、はい、はい、テーマでいきたいんですが、過ごし方どんな風に過ごすのか。うーん、これはどんな時って想像ですか。別にどんな時でもいい。お家で。お家でがいいな。お家で。お家での過ごし方、イチャイチャするしかないですよね。もう本当に朝から晩までイチャイチャしたいわけ。あ、俺もイチャイチャしたいっすよね。藤尾は隠れている。どういうこと。なんでお前今 LINE かなんか呼んだでしょ。友達が、うん、藤尾見えないわよって。誰ね藤尾って。藤尾姉さん。藤尾姉さんが隠れてる。そうなんですよ、ツイキャスとかではね、今日はね姉さんちょっと顔を隠すということでやっておりますが、イチャイチャしたいよね。したいしたい、うん、女性でもしたいって思うんだ。イチャイチャってどんなイチャイチャ。え、触ったり、くちゃくちゃ、くちゃくちゃ、ハグとか。くちゃくちゃって何。くちゃ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 って何。何ですか。ベルチューばっかりってこと。それもなんか顎痛くなりそうじゃない。あ、俺が顎痛くなって、あの唇腫れたことあります。え、なんでですか。やりすぎて長く。そんな現象あるんですか。すごい。あ、多分そうだと思う。翌日ね、うって晴れてからに、うわ、なんだろうと思ったら、思い当たるのがその前の夜の、あ、ずっと中止したんですよ。それしか思い当たらない。すごい。いつか挑戦してみます。やってみてください、本当に機会があれば。晴れさすまで。大丈夫なのですか。やんなって言われるんちゃう。え、言われますよ。俺に触るなとか言われます。絶対。そうなんだ。何？いやいやいや。おいしいネタ？
おやしネタ何でもいいですよ。そのお家の廊下ですれ違うと肩が当たっただけでもって言われますよ。怖い怖い。バービーさん、くっついて映画とか見たいなって。あ、いいですね。わかる、いいね。ゆっちもそうなの？はい、マジでイチャイチャしたい。あ、なんかくっついて映画とか、うん、まあ、一緒にご飯作ったり。あら、意外ですね、あなた。意外クールな感じだけどね。こうなんていうかな、こう抱きついて映画とか見るじゃないですか、はい、あ、女性に、はいはい、したらもう触ってあります。あ、え、何を？まあでも、うん、ずっとはちょっとちょっときついですよね。熱いってなるかも。ちょっとそんなんクーラーガンガンつければいいのよ。そうそうそう。これだからずっとイチャイチャしてこうやってるじゃないですか。でこの、うん、触られてきたらどうなんですか。もうやろっぱでやりますよ。乗る、全然乗る、うん、へ。でもほら気分によるときもあるって言ってたじゃないですか。あ、それはその過ごし方の問題ですよね、うん、過ごし方。例えば外に出て過ごしたいのか、お家で過ごしたいのかっていうのがあるんじゃないですかね。あ、外ではちなみにイチャイチャします？外、うん、したくなったらするかも。外ではあまりしたくならないんだ、うん、例えば車乗ってて、うん、手つなぎたくなったら手つなぐし、うんうんうん、チューしたくなったらチューしてたかなっていう記憶。何ですか、曖昧にして。違う違う、そんな感じかなって。別にドライブ中手つなぎますよね。つなぐつなぐ普通にね。うん、うん、ゆっちは？あ、同感です。なんだ、同感です。なるほど。ブルガリさん、普通は愛してるなら一緒にいてイチャイチャしたいのが普通じゃないって来てます。そりゃそうですよね、うん、恋愛ってのは何気ない普通に過ごした日々が幸せなんだよって。なんかマスターがいますね。恋愛マスター、で恋愛検定級マスターがいますね。AKB さん、 AKB ファンさん、家の中であれ見ながらイチャイチャしたいぜ。あれ、ね、あれってなんだろう。 あ、アダルトビデオのことじゃないですかね。あ、アダルトビデオ見ながらイチャイチャしたいかな。あまり私見たことないですね、男の人と。っていうか、いやくないですか、女の人とも見たことないけど。見ます？ね、あのラブホだよは見ます。あ、見たことない。見ない？見ないです。ラブホでも？はい。マジ？それってもうなんか最終手段じゃないですか、もう立たないみたいな。違う、濡れないみたいな。そう思ってしまうんですよ。違うんですよ、なんていうかな、普通ちょっとね、昔ウブナコート付き合ってて、うんうんうん、それがなかなか積極的じゃなかったから、一応はつけてちょっと見てみようっつって乗ってきた。うん、こんなやってやるんだよって言いました。いや、デジなんかロリコンみたいなものの言い方するね。先生じゃないです、先生。先生なんか大丈夫？だだだいやいやいや。まあ、そんな感じです。それを。ブルガリさん、40歳で初恋愛して本気の相手のを知った。なるほど。おそれこそ教習。そうですよ。あ、いいですね、教習。アダルト、アダルト教習所作ろうかな。ただその子は、うん、本当にね、多分その後自分でこう研究したんだはず。すごい上手になってきたんですよ。え、だからなんかとてもエロいんですけど。あ、でしょ。でも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 どうなんだろう。練習とかしないんですか？しないしない。なんかさ、自分だからセックスって快楽を求めるものっていう感覚じゃないんですよ。うん、ああ。なんか好きだから、うん、もうその延長線上なので。なるほど。あまりそういう前戯とかあんなのもしないの？あんまり、じゃあしないとかじゃなくて、うん、あ、どっちでもこだわらない。そうそうそう、全然。気持ちの問題、気持ちがなければ絶対気持ちよくなくなってくるし、あ、当然ですね、やりたくなくな、うん、なってくるし、うんうん。だからあれですよ、気持ちがあるという前提でいろんなことをするんですよ。わかります。じゃあ今後に向けてちょっと練習してみよう。実験と冒険です。ね、何で勉強するんですか、皆さん。だから多分、あ、わかんない、その子が何で勉強したかわかんないけど、その俺が見せたのでそれで勉強したのかなとぼんやり思いました。嬉しかった。うーん、うんうんうん
はい、AKB ファンさん、見たら女の子ムラムラしてくるんやでって。あ、ビデオ、そうなんだ。ムラムラします？あの、何見たらってこと？そうそうそう、この見た、あんまり見た経験がない、本当にアダルトビデオでしょ、うん、全然じゃなくて、うん、もう好きな男の人と一緒にいて、うん、そういう、なんだろう、弱もチューしたらもうムラムラしますよ、最後まで、もうゴー、そのまま、キスしたらもう、止まらない止まらない、そのあれで、なるほど。ただほら、ホテルとかで泊まるじゃないですか、はいはい、そしたらまあ一回こう やりますよね、終わりますと、うん、でもほら俺帰りたくないんですよ、このなんていうの、一泊したいんですよ、うん、だからその合間に見たりするんですよ、ちょっと見てみようっつって。へえ、あんまりそんな、あ、ないですね、私そんな経験。だから、映画とか見るじゃないですか、合間たまに、うん、はいはい、ね、その映画の代わりみたいな、バリエーションの中の一つみたいな。あの、だから、まあ、ホテル業をやってたんですよ、主人が。それで、こう、部屋に入ると、うん、そういう、なんですかね、テレビつけるとアダルトビデオが流れてるとか、全然ある、そういうので見たりするんですけど、うん、何も、あ、絶対嘘お前みたいな、こんな、ああ、言えねえよみたいな。絶対嘘ついてるみたいな。いまだに謎なのが、うん、謎なのが、うん、あ、ごめん、今昼だったね。大丈夫だもん、行ってそこまで行ったんだったら。もう何ですか、謎は言えない今。言えない、じゃあちょっとジェスチャーで俺に教えてください。そこじゃないところでやる、このはぁ、意味が分からん。いまだに信じられないです私、そういうプレーがあるっていうのは本当に今でも信じられない。あ、そうなんだ、言いたい言いたい、やだゆっちある？何？今言ってたの？そうそうそう、はないです、ね、すないよね、うん、でもね、僕の、 あの知り合いはいますよ。絶対嘘、本当本当、え、絶対、え、つくよ、痛いよ、つくもう嫌だけど、なんかバイキン入りそうじゃない？うん、だから俺はあんまりなんですよ、うん、だけどそういう人もいます、リアルに。へえ、うん、どんな痛いって？あ、違う、男の方。ああ、ホモ？そう、ホモじゃない、ホモじゃない、どういうことですか？あの、入れる方だから、男の方。あ、が友達。そうそうそう、実際やったことがある。あ、なんて、どんなって？男の人、男の人はなんつってかな、やっぱね、ちょっと嫌だったって言ってた。絶対嫌だと思う、やっぱね、ちょっと変な匂いしちゃったって。嫌だー、ほらでしょだから嫌だった、だから俺それ聞いてもうそこに興味はあんまりないんです。あったんだ。うん、だからもともとなかったけど、余計も、まあまあまあ、あ、もう絶対って言って、そういうこと、ね、あれぐらいはありましたよ。もう俺ごめんなさいね、ちょっとね、いじるぐらいはやりますよ。いやだウケる。はい、いいですか、ナミンさん、一緒に料理したいな、いきなり料理中断して、うん、丸々もういいけどっていうことですね。おー、ね、いいね、いいね、いいですね。こういうシチュエーションあります？ないですね。何か自分がやってた、ちょっと、 ありますあります、ありますよ、ガバみたいな。もうだいぶ昔ですけど。え、何をしてたんですか？そうそうそう、クッキング勉強してたかな。あー、なんかありがちだね。うん、勉強してて。え、勉強、会社で、会社じゃないですよ、お家です。あ、勉強してて、でさわやさわやされてして、フィニッシュ乗るんかいだね、乗るよね、勉強しながら、本持ちながらみたいなやめて、もう本当にいますありますよね、全然普通にね。僕もあの前のこの付き合ってた子はかなり否定されましたけど、勉強してて本当に、うん、で今やらないでみたいな、うん、今やらないで、いや、そんな可愛く言わないですよ、はぁ、あ、つって
はあ、今なみたいな。弟子怖いよ。女はね、もったいぶるからね。もったいぶってんだよ。そうそう、これもね、僕が聞きたかったテーマなんですけど、これは、うん、なぜ女性はもったいぶるのか。あ、男の人が勘違いしてる時かもしれない。例えばホテルに眠りに行くだけとか。だからそれがおかしいでしょ。いやいや、本当に本当にあります、あります、ありました。私、眠りに行くだけ。そう、それはなんていうの、信頼っていうか、ないの分かるから、友達としてね。そう、もし本当に男として意識してる人と行くんだったらやってます、うん、あ、最後まで、うん、じゃあ最後までやらせないのはもうそんな風にしか見られてないんだ。ないかもしれないし、もったいぶってる女、逆に重たい女とか、なんか簡単に自分あげない、あげたらもうなんか探ってんじゃない、分からん、めんどくせ。探られてんのかな、どうなんですかね。探られてはどうだろう。あんまりこの女の人のあれが分からない、うんうん、気持ちが、パターンが。眠りに行くはないな、絶対やるって。眠りに行くって言ったじゃないですか。これ眠ってなんていうのかな、でも一緒には眠るんでしょ、違う、端っこ端っこでもあるし、わかんない、人によるんじゃない。それが女同士と行く感覚と同じ感覚もあるし、どうだったんだろう。でも一応心配はしないんですか。なんもない、姉さん、うん、ない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 。触ってきたらどうしよう。あ、ない、そういう人とは行かない、逆に。あ、触ってきそうな人、うん、そうなんだ。それか触られてもいいと思った相手としか行かないかな。どういうこと。だから2パターンあるわけさ、うん、触られてもいい相手は寄った勢いで、寄った勢いで男とホテルに行くっていうのがない、うん、勢いがないですよ。勢いがない、どういうこと。もう疲れちゃうってこと、ね、じゃなくて、うん、その時のこの寄った勢いでこの始めた、うん、そうそうそう、じゃなくてなんか、うん、っていう感じだったのかな。重ねてから行くの。違う違う、眠りに行く、どうするみたいな、あんな感覚、泊まってから帰る、うん、帰るみたいな。ああ、はいはいはい。だからそういう感じに、私あのなんていうの、恋人と行くんだったら、うん、普通に、うん、でもほら恋人ってもう付き合ってるわけでしょ。それはセフレはいないですね。まさかセフレじゃねえだろうな。違う、違います、違いますよ多分。酔ったらチャンスやなって。酔った勢いではないですね、うん、記憶はなくすけど、うん、これだけは本当にないんですよ。酔った勢いで男の人と寝たとかっていう。でもさ、男の場合は酔った勢いでもある程度あれさね、そのなんていうの、相手がいいと思うからやるわけであって、そうそう、やるでしょ、うん、本当に嫌な人は別に酔った勢いでも行かないですよね。行かない、行かないと思う、うん、そうですね、酔わなくても行かない、うん、いやそれはそうでしょ。それはもちろんじゃない。酔った勢いで、だからどこまでやるかです、要するに。姉さんは今までなかったんでしょ。そいね、それは相手いいって思ったの、相手が覚えてないですもん。そいねまで、そういね、うん、普通に彼氏をやりますよ。じゃあさ、彼氏じゃないまだ時に、寸止めまではしたことあります？僕あるんですよ、分かった、もうまどろっこしいからこんなになってると思うけど、うん、昔あるんですよ、もう B までされてしたのに。ああそういう意味、そうそうそう、 B までビーって、もうさわやさわやだけ、そうそう、もうあっちもさわやさわ や, さ, わ や, さ, わやしてからさせなかったわけ、させなかった。それめっちゃもったいぶってるよね。あっちさわらしてから、私とか手たとくのすごい、ええってからさわらんけって、うん、姉さんはほら言いそうだけど、こう言えない子もいるんじゃないかなと。なんて言うんですか相手。ね、ただそれはそのホテルではないんですよね。車、カラオケ。カラオケでやらっけ。それは相手も、うん、あれですよ、そこは場所がみたいな、場所がみたいな、
そうそう、それはダメなやつです。そうです。その通りです。本当に。あ、そうですか。カラオケとかでもダメだよ。じゃあでも俺はそこで止めようとは思ってましたよ。別に最後までというのは思ってなかったんだけど。でもすごいね、カラオケでまたさわやさわやしたわけ。さわやさわやした。すごい。あれでもみんなやってんじゃない？なんかやってるって言ってましたよ。カラオケ？チューチューぐらいしか記憶がないな。マジで。よっちゃん。いやないっすね。マジで、うん。カラオケってなんかね。結構もう。見え見え見えだから。あ、なんか。しかもなんかあれってダメじゃん。多分。ダメだはず。禁止されてるよね。うん、まあ昔だから。昔は緩いんじゃないですか。まあね。カラオケに鍵とかつけてばやもん。そういう。下ホテルじゃないですか。あ、でもなんか昔のカラオケってトレーラーみたいになってません。ああ。そんな感じです。ではない。うん、あ、ではない普通の。マミさん、カラオケでされたら私の勝ち。あ、勝ちとかって思ってしまう。勝ちって価値観の勝ちっていうかこの勝ちね。そうそうそう。勝ちってあの自分の勝ち。価値観。どうだろう、私あまりそういうプライドないかも。じゃあカラオケでも。カラオケでももちろんやらないですけど。カラオケでもないの？盛り上がったらどうします？じゃあ。いや、ないですね、カラオケって。もう相手はやろうパーしてるんですよ。でも好きなんだよ姉さん。よいしょ。やらないやらない本当に。うーん、あるでしょ。やらないわ。そんなそこで。ナミンさん、満喫とかでやる人多いよね。え、満喫なおさら無理じゃない？ねえ、漫画喫茶、あのネットカフェみたいな。上空いてますよね。ねえ、低いし。そっちの方が無理じゃない？あっちやってもいいんですか？ダメですよ。基本ダメじゃないですか。ダメです。多いって。ねえ、だから最近ホテルがお客さん少ないんだ。だからか。あ、少ないんですか？マジで。昔に比べて。でもあれ、若い人が装飾系っていうのもあるっていう話ですよ。あ、そうなんですね。うん、そっかそっか。いや本当に、そっかそっか。私思ったんですよ、このホテルやってる時、うん、みんなどこでやってるのって。こんななんかお客さんいないの、いない時、いない時に、うん、みんなやりたいはずなのに。でも車とか多いんじゃないですか。車どこで車乗って。暗闇車乗って。そうそうそう、やるんだよ。イチャイチャとかじゃなくてやるってことでしょ。うん、だからやっぱりやるまでいかんくてもイチャイチャで終わる人たちも多いってことじゃないですかね。あ、結論で言うと。じゃあもったいぶってるんだよ、じゃあみんな。ですね、僕が経験したのは昔その、まあ、このカラオケのあれで、うん、そういうことをやりましたと、途中までね。でもその後じゃあやろうっつってやったら、特にそのホテル行こうとかもダメだったんです、うん。だからそこが俺一番のこれが謎だわけ今まで。でも好きって言ってるの、言ってたの当時このその子。うん、うん、微妙に付き合ってもない状況みたいな。そうそうそう、付き合ってもいない微妙な感じだから、デイジ謎なんですよこれがね。どうなんですか姉さん、ちょっと俺のあれを、謎を解いてください。まあ不安なんじゃないですか。あの女の人って、うん、女の人ってっていうか、まあ、うん、受け身というか、うんうんうん、自分がやりたいからやるっていう感覚じゃなくて、やられたっていう感覚じゃないですか、いつも男の人に、うん、やられたっていう。そうなんだ。なんだろうな、そう思ってしまうみたいな。なんかだから、うん、それに対して責任取ってほしいんじゃないですかね。じゃあ本当に安心感がないとっていうこと。そうかもしれないし、自分はどっちかといえば、うん、あ、そうなの。自分がやりたいからしたいから買ったっていう。姉さんの場合はだから男寄りだもんね。そうそうそう、うん、ハンターですもんね。ハンター。いやいやいや、今もうそういうことやらないですけどね、前はね。まあ、まあ、前、僕も前の話ですから、ね、もう一度ハンターになりたいの。はい、閉まりましたね。聞きましたもう。はい、じゃあ曲いきますか。もうちょっとエンディング曲ということで、かけましょうか。そうですね、うん、はい、
スタッターっていう曲なんですけれども、ジョーの、うん、これあのちょっと女の人が浮気をしてその嘘をつくときにどもるという曲なんですよ。どもる、かけましょうね。どもるんだ。どもってんじゃん。え、これガチ？そういうテーマ。テーマでしょ？どもりすぎでしょ。今のとこですか？そうです。なるほど。どもりすぎ。そうはい、今週はお二人が休みということでかなりエロトークでしたね。めっちゃ今度はやっぱりね、二人も交えてやりたいですね。でも謎はその何ですかね、こうその後からも会ったりしてたんですか？会ってましたよ。デートとかしてましたよ。じゃあやっぱりあれなんですか、山内さんのあれが全部が欲しいんじゃないですかね。全部がこのやったら分かってるでしょ、それをちゃんと覚悟しないとやらないわよみたいな。ああそういう敵だったらねまだ分かるんだけどね。待って、合わないと思いますよ普通。あの冷めたりしたらね。そう本当に好きじゃなくてそういう行為をやった時って、うん、例えば、まあ、そういう行為までいかなくても私だったら好きって言われたらもう、うん、じゃ好きじゃない人に好きって言われたらもう、うんうんって、合わないっす。はっきりしたらね、姉さんみたいにやりやすいやつだけど、はっきりっていうか、うん、そう、うん、だからさ、僕の知り合いはあれなんですよ、しつこくされて折れた子もいたんですよ。へえ。しつこくされてるから好きじゃないけどもうめんどくさくなっていいよっつってやるよみたいな。そう、でもそこから付き合ってるから、じゃあやっぱりちょっとは、じゃあエッチが良かったんだよ。あは、死にと思ってましたね今ね。だめだ。疑った。伝った。そう。ブルガリさんがね、さすがエフェムギのは下ネタ枠があるなんて素敵って来てますね。本当。しかも女性の意見も聞けますからね。これいいです ね、やっぱりね。男よりですが。本当に。はい、1時間お送りしてきました。セブンブリッジでございます。楽しかったですね、僕は。どうでしたか？イチャイチャしたくなりました。あ、いいですね。うちは。僕はまあいろいろ勉強できましたね。道すぎてちょっと。道。さすが。キャラ守ってますね。からよ。じゃあ。はい、本日も1時間生放送でお届けしました。皆様お付き合いありがとうございました。この番組はセブンブリッジセレクトショップセブンブリッジ茶壇町スポーツストレッチングスペシャリティ 3S 沖縄店総合建設業株式会社上進組の提供でお送りいたしました。はい、皆さんありがとうございました。また来週、さよなら。お疲れ様でした。エンディングこの音いいな、かっこいいね、いい感じですね。自分そのまま曲入ってんのかなと思った。曲入ってんのかなと思った。曲、うん、喋ってるから、あれ声入ってるやんと思って。あ、そうだからもうエンディングにしようと思って途中で時間があれだったから。あ、飲みます。あれもでもいいですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫だ。おじさんが遅刻してきました。どうなったんだけどね。面白いね。今日大丈夫だった。もうなんか際どすぎ。大丈夫。